ションを要求するという。なんで一緒に住んでた場所に私は行かなきゃいけないんですかってまで思うし、うん、そこでまあちょっとまあ譲りますよ、その次に付き合った人間として。けどやっぱりこうちらついてるのは気持ち悪いでしょ。いや気持ち悪いんだけど、ね、その手紙とかわかるよ、手紙を残しててこれ捨ててっていうのは全然理解できるの、うん、まあ、じゃあ見てて枕変えて、枕変えよ、枕とか布団とか変えてほしい、ベッド自体は無理だよ。で例えばなんか料理作ってって言った時に、分かったって台所行った時に、あ何これみたいな、その他の女性が立った台所で彼に料理を作りたくない。あれベッドもいいですよ。ベッドもいいけどキッチンセット入れ替えるって。あもちろん、もうできればリフォームしてほしい。ほら分かっていいでしょ、それは。すごい。で許せるは許せるっていう人、そんなの全然気にならないっていう人いるんだ。うん、はい、石黒。うちの旦那とかも結構全然気にしないんです。だから、けどお祭り大好きだから、お祭りのビデオを撮ってて、そう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 、なんか洋服男子とかを整理してあげようと思って開けたら全然彼女の服とか出るって、でも気づいてないし、あそうか悪気はないしね、悪気ないし。でそれどうしたの、前の彼女の服まだ入ってんの、タンスに。うん、それでもさすがに一般の着るのは気持ち悪いし。